んですよね。ああ体にも全然張りがないし、うん、やっぱ大きく見えますけどやっぱり張りっていうものいや大事ですよもう。一方こちらは倉庫くらい、倉庫くらいもすでに負け越しています。12日目に負け越しが決まっています。その後豊山に勝って昨日大奄美に敗れての9敗喫しています。5勝9敗です。さあどうしても一つ勝ちたい照ノ富士、左に少し変わるようになりました。照ノ富士が右を差しました。本来右四つの力士、前にさえ出られれば下がると厳しい。残ります、粘ります。しかしがぶっていく、回しの位置が違う。寄り切りました、勝負あり。照ノ富士一つも勝てずこの初場所を終えることになります。ちょっと矢口さん、その話聞くとね、かわいそうに見えますね。なんか頑張っていただきたいっていう気持ちだけですね。本当に苦しい、言葉がきづらいよね。苦しいです。ここ必死に残ってるの分かるだけに、はい、ただいまの決まり手は寄り切り。今日ね、その千秋楽パーティーとか各部屋でありますけど、はい、